大陰君政権とは、李氏朝鮮末期において、第26代朝鮮国王、皇宗の父、おきのり大陰君による政権。大陰君は、当時の朝鮮における、保守派勢力を代表する、衛星赤者派の首領であり、国王の父という立場で失政を行った。大陰君政権においては、厳しい上位政策が取られたことで知られる。同治年月日、が、 死死のないままに死去すると、沖則君王の第二子が、大いに迎えられた。皇祖である。新国王が弱年であるため、大王大秘長子が、同治5年2月13日まで皇祖の養母の資格で、水連調整を行ったが、政治の実権を握ったのは、皇祖の生父として、大院君の称号を得た沖きの利用であった。行動による両藩が、 農民の仕事ぶりを寝そべりながら眺めている大院君は誠意を振るっていた安藤近氏と老論破を抑えるとともに北人と南人から多くの人物を登用した。また、備え変しの堅牢を外交、防衛、治安維持に限定し、1865年にはこれを犠政府に統合、犠政府に再び最高行政官庁の地位を与えた。 軍政機関として三軍府を設置し、道場として多くの武士を取り立てた。さらに、王族の艦長であった、宗地下府の改組も行い、十二品以上の派人の官僚が就任する新しい官職を用意した。大展開通を編纂するなど、法整備も行った。こうして、沖乗り大院君は弱小党派や武士、派を徴用して、自身の勢力基盤拡大を図った。 おきのり大院君は、文読、慶長の役の際に消失したとされる、慶福宮を、約270年ぶりに再建して、国威の発揚と王室権威の向上を図り、そのための財源として、元ンオサメを徴収した。また、高加藤防衛のために、水心と法領米を新設した。大院君政権は、このように、大土木事業や、軍備強化に力を注ぎ、 上記のほか、悪化である、東百選を発行したり、首都ハンスンの城門を通過する人に通行税を課すなどして、これを財源に充てた。しかし、これらの負担は、民衆の生活を著しく悪化させたので、大クン政権への不満は高まった。1864年から1871年に、かけては、書院の廃止が推進され、最終的には、 賜物学書院と称される格式高い書院47箇所を除くすべてが廃止された。これは、書院に所属していた土地や領民を課税対象として国家に編入し、一層の財源拡張を図るとともに、書院を拠点とする地方の領藩の勢力を抑え込もうという意図に基づいていた。当時領藩は、特権身分として地方に君臨し、農民を収奪し、 横暴の限りを尽くしていたのである。1871年には、両藩からも、その所有する、奴の名義で、軍夫を徴収することが定められた。これを、ハンド奴ないでぬの方という。日の江らよう夏見関は被大院君政権は、思想統制として、邪教、邪説を排斥して、国家の、性学である朱子学を保護する、衛生赤邪政策を強力に推し進め、 信仰宗教である東学や西洋からもたらされた天主教に激しい弾圧を加えた。東学は、京昌北道京州に生まれた蔡政府が創始した排外的な宗教であり、教義は儒教、仏教、民間信仰などを融合したもので、東学という名称には、政学すなわち、キリスト教に対抗する意図が見られる。蔡政府は、やがて理想的な、 公天開脈の時代が訪れるので、人々は当学の信者となり、真心を込めて呪文を唱え、収容して、霊婦を飲めば、天と人が一体となり、現世において、新鮮となると説いたが、政府はこれを危険視し、1863年に再生具を逮捕し、1864年、手具において、作動惑星の罪で処刑した。その経典は全て焼却された。 大陰君政権は1866年天主教に日の江虎教国と呼ばれる大弾圧を加えた。南省三蘭をはじめとする8000名近くのカトリック信者とフランス人、神父9名が処刑された。その後も天主教に対する弾圧は長期に渡って続いた。1866年7月、アメリカ合衆国の商船ジェネラルシャーマン号が 大同光を遡って、平壌府にいたり、開国通商を求めて、発砲に及んだため、平壌の軍民は、平安堂を観察し、僕刑事の指揮下に、これを焼き払って座礁させ、乗組員を全員殺害した。同年8月、フランス極東艦隊司令長官、ピエール・ギュスター・ブローズは3隻の軍艦を、高架島付近に侵入させ、そのうち2隻は、観光を速攻して、 シュトハンスンを脅かした。これは、先の大虐殺の際に除名された神父の一人、フェリックス・クレール・リデルが、朝鮮人天主教徒に助けられて脱獄し、深国に逃亡して、天津のフランス疎開で、ローズに助けを求めた結果だった。フランス艦隊は9月、7隻に横浜に駐屯していた海兵隊員を乗船させて、高架島沖に再び侵入し、 高下府を占領し、新婦殺害者の処罰と条約の締結を朝鮮政府に要求した。大院君ンン政権は、ハンスンから部隊を派遣し、射撃を得意とする地方の領主を動員して法軍として組織した。10月、朝鮮軍は低速や真っ白において、フランス軍に勝利し、フランス艦隊は撤退した。このアメリカ、フランスの侵攻のことを合わせて、 日の絵とらような罪と呼称している。1866年の朝鮮軍によるアメリカ商船奇襲事件の全容と商船乗組員の安否確認のため、アメリカ合衆国は1867年、軍艦マチュセットを派遣し、1868年4月には事件の究明のため軍艦シェナンドアを派遣した。1871年、 新国駐在アメリカ公使のフレドリック・クローは、シャーマン号事件への謝罪と条約締結を求めて、アジア艦隊に朝鮮派遣を命じた。同年4月、アメリカのアジア艦隊司令官、ジョン・ロジャーズは、日本の長崎で艦隊を編成した。同年5月にロジャーズは、機関コロラド、アラスカ、パロス、モノカシー、ベニシアの5隻からなる艦隊を率いて、高架島に向かった。 軍艦には、老公士も登場した。アメリカ軍は、高架島に上陸し、三カ所の砲台を占領したが、朝鮮側が、交戦態勢を強めて交渉も拒否したため、撤退した。これを、かのと羊ような罪と呼んでいる。リヒサシロー文化の衛星石ジャロン社、蔡英紀元この時、沖ノリ大院君は、朝鮮全土八道四軍にこの思想を奨励する、石和比を混流した。 この石踏みには、用意審判非戦、乗り数、主は売国と刻まれている。この石踏みは、また、石洋費とも呼ばれ、鎖国維持の固い意志を示すものであった。その後、大陰君政権は、西洋文明を受け入れた、日本も、西洋諸国と、同一視して、通称を求める日本に対しても強硬な姿勢を取った。大陰君政権は、日のらような罪に際して、 公戦体制を構築するため、強固な開始層の持ち主で、朱子学者の寄生鎮チンと李久サシロの二人を三ンパンクラスの交換に抜擢することを決めた。寄生鎮チンと李久サシロは、官職を辞する上層を呈して、用意排撃の主戦論、天主教気圧論、西洋物価禁止論を唱える一方、土木工事の中止などを求めた。これを機に、チンとサシロを筆頭にして、 その門人たちなどからなる在地安倍層の間に欧米諸国を遺敵として全面的に排斥し、趣旨学原理に基づく旧来の支配体制を堅持しようとし、一面では大院君の姿勢にも批判的な独自の政治理論も形成された。大院君と政治構想を繰り広げた貧妃1873年11月、 李久四郎の門人で、衛生赤茶論者の蔡益元が、塗装参判に任命されると、辞職上層を提して、おきのり大院君の姿勢を攻撃し、その国政への不関与を強く求めた。蔡益元自身は流罪に処せられたが、構想、敏妃夫妻と、敏増、篠木らギラはこの機会を利用して、大院君を大陣に追い込んだ。この政変により、王妃の一族である、 李教敏氏による勢い同政治が始まり、敏氏は老論を報じたので、おきのり大院君の腹心や南人、北人の勢力は抑えられ、再び老論派の勢力が増大した。敏氏政権は、大王大妃の一族である、豊城長氏の長姉から名門の老論と結んで、勢力を固め、応急守備のために、武衛省を新設して、大院君の反撃を封じようとした。便氏政権は、 1876年に日本との間に日朝修好条気を結んで開国し、開花政策に転じた。このような開国、開花に最も強硬に反対したのが衛星赤蛇派であった。1881年には、年初から中南部各道の衛星赤蛇派の在地安番は、ハンスン府に集まって、金広市修羅開花政策を進める閣僚の処罰と、 衛生席蛇作の実行を求める上訴運動を展開した。臨死政権は上訴の代表であった高財閣を死刑に処したほか、上訴運動の中心人物を流罪に処するなど、これを厳しく弾圧した。やがて、衛生席蛇派は大院君をリーダーと仰ぐようになり、この年の夏にはアンキ・エイラが臨死政権を倒した上で、 大陰君の所長子を国王に擁立しようという、クーデター計画が発覚している。アンティエイト、リハジメ先はこの年のうちに軽視しており、大陰君派の勢力は大きく後退した。1882年人号軍団、朝鮮暴と防御図、旧軍と称された従来からの兵士は、開花派が創設した新式軍隊と比較して様々な、点で、差別的に待遇されて、 不満を募らせていたところに、1882年には、宝級米も支配し、ようやく13ヶ月ぶりに支給された、宝級米にも、支給係の不正によって異物が混入するという、事件が起こった。これは、旧軍兵士の反乱を引き起こし、不正支給の告発者を罰した、貧剣しのぎの邸宅、首都の治安維持に責任を負う、景気観察士陣営。 日本公使館などが襲撃され、別技軍の教官だった、堀本愛也作り商員が殺害された。仮想民を加えて、勢力を増した軍病は、艦長、貧妃一族の邸宅などを次々に襲撃し、全良犠牲の李沙用を邸宅にて殺害し、聖徳宮にも侵入して、貧剣士の儀、金太祝言、貧大公、貧昇士倉貧儀系の高級官僚数名を殺害した。 これは、反乱に乗じて敏妃などの政敵を一掃し、政権を再び奪取しようとする、おきのり大院君の強さ扇動によるものであった。敏妃は高宗を応宮を置き去りにして、朝鮮南部の中州に逃亡し、高宗は政権をおきのり大院君に委ねた。ここに、第二次大院君政権が成立し、9年ぶりに政権の座についたおきのり大院君は、 復古的な政策を一挙に推進した。沖ノリ大院君は、東力、つと我門を廃止、三軍府の復活を復活して、旧来の五軍営に戻したほか、両営、別は座軍を廃止した。そして、敏氏とその経類を政権から追放する一方、敏氏政権によっている罪に処せられていた、衛生赤者派の人々を赦免し、また監獄にあった者の身柄を解放して、 自身の腹心を養殖につけた。しかし、一方で、軍乱は、日清両国軍の派兵を招いた。軍乱発生から約1ヶ月後の1882年8月26日、反乱鎮圧と、日本使護衛を名目に派遣された半寸中流の新国軍によって、大院君拉致事件が起こった。沖ノリ大院君の排斥と国王の復権という、 基本方針は新国北洋大臣代理職にあった長寿制の指示とみられるが、大院君の南京は新国より派遣された馬立て、ただし定序省、定助賞、五長径の三名によって計画されたものであった。朝鮮王宮はじめ半寸の縄文は、新国兵によって固められ、新国軍におびき出された、大院君は捕捉され、朝鮮の南洋湾から、河北省天津に連行された。 連行理由は、新国皇帝が作法した朝鮮国王を退けて、政権を自ら奪取するのは国王に対する裏切りであり、皇帝をないがしろにする諸行であるというものであった。新国軍はまた、半寸府東部の王十里、南部のイテウォンを攻撃して、反乱に参加した兵士や住民を多数殺傷した。こうして、第二次大院君政権は、約1ヶ月という、 ごく短期間で集結し、その後は便秘が中秋より帰還して、便秘政権が復活。朝鮮は、新国の強い干渉の下での開花政策へと転じた。更新政変後の1885年、おきのり大院君は朝鮮への帰国を果たした。便秘政権は長期化する中で、官職売買と賄賂が横行し、政治の腐敗が一層進行して、 地方官が売管経費の回収や蓄財のために合理と結んで管価の住民が不法な集奪を行うことも慢性化した。これに苦しんだ民衆は集奪緩和を求める活発な請願活動を展開し、さらに腐敗した地方官合理を実力で排除する民乱を起こした。1888年以降、民乱は毎年のように続いた。 1894年2月、全羅道古岡郡で東学の地方幹部だった、全法順の指揮下に民乱が起こった。これが、交互農民戦争の始まりであり、農民軍は政府軍を次々に打ち破り、占領地を拡大させた。深刻な危機に陥った民主政権は、自力鎮圧を困難とみて、貧英春の定義により、新国軍の出兵を求めることを決めた。 これを受けて政府は6月3日、遠征外に出兵を求め、それに応じて、新国軍が中西道画山に上陸、対抗して、日本も公使館と居留民の保護を名目に、ハンスンに軍を送った。日本政府は6月半ばに、日清両国共同による反乱の鎮圧と朝鮮の内政改革を新国側に定義したが、これは、真の拒否するところなり、6月下旬。 日本単独での朝鮮内政改革方針を閣議決定し、朝鮮政府に改革の実施を迫った。7月16日、ただし弁長兵器日は日本軍の撤兵を求める声明を出して、日本の軍事力を背景とする内政干渉に抗議した。しかし、日本軍は、ハンスン不参艦の軍事用電信機付設に着手し、大鳥慶助講使は逆に、 新国軍の撤退と、中朝商民水陸貿易商店など三商店の廃棄を求めた。これを、朝鮮政府が拒むと、日本軍は7月23日、慶福宮などの用地を占領し、朝鮮政府軍を武装解除して、沖ノリ大苑君を担ぎ出して、民主政権を倒した。第三次外苑君政権の成立である。朝は三の廃棄を深刻に通告し、 新国、朝鮮の相続関係は断たれた。直後に、日清両国間に先端が開かれた。しかし、第三次政権では、大陰君自身には、実験がなかった。日本郵政の選挙下、10月の井上薫公子の着任後は朝鮮に対する日本の干渉はさらに、強まり、11月、井上が構想に、内政改革考領を承認させ、大陰君、 王妃の政治関与を禁じた。ありがとうございます。